神城さんにはお祓いに行ってもらわねばならないのです。お祓い？ああ疲れた。この電車で最後か。おかしい。あ、駅に着くまで長すぎる。は、駅前はこんなに長くなかった。いや別にそんなことねえだろ。てかなんでお前はそんなこと知ってんだよ。何回か来たことある。やっぱ意味ねえじゃんお祓い。本人来ちゃってんだから。いつも5分ぐらいで着くはず。いや気のせいなんじゃねえの。5分10分なん。ああ、あれじゃん、白森神社行く前。はっ、だから言ったろ、霊体にも気のせいってもんがあんだな。面白いよ。おい、通り過ぎたぞ。え、あれじゃねえの、駅何個もある感じ。いや、あれだと思う。じゃあなんで止まんねえんだよ。知らない。てか、よく考えたらありえねえぞ。何か。いや、あそこ終点だぞ。なんで走り続けてんだ。はい、もしもし、元気不動産のメガネ。あ、神城さん、着きました。いや、通り過ぎた。ん？だから、神社通り過ぎたんだっつ。いや、それはありえないですよ、神城さん。白森神社終点なんで、通り過ぎるってのはないと思いますけど。でも走ってんだよ、まだ。本当にそれ、電車合ってます？あ？いや、だって白森神社より先に線路なんてないですけど。とにかく着いた駅通り。あれ？切れちゃった。県外？なあ、お前なんか。なんだよ。あそこ、駅が見える。あれ、出ない。電源切れちゃったのかな？うん、おちょこちょいめ。うん、ごちそうになります。止まった。アナウンスとかもねえじゃん。ねえ、出ない方がいい。ああ、そんなこと言ってらんねえだろ。あんま金ねえんだよ、俺。これ以上先行くと困る。誰もいねえ。あ？なんで夜になってんだよ。あれ？出たの昼じゃなかったっけ？は？電源切れてる。だよ。これ。キサラギ駅？聞いたことねえな。てかなんか暗くね、ここ。どこ行くの？あ？外だよ、外。置いたってしょうがねえだ。変に動かない方がいい。なんでだよ。嫌な感じがする。そう。俺は別にしねえ。ちょっ。商店街？なんか寂れてんな。誰もいねえじゃん。すいません。すいません。見て。あ？それ。食べ物が腐ってる。全部そう。錆びれてるっていうか、なんか。長い間誰も来てねえって感じだな。やっぱ戻った方が。なんか聞こえる。鈴の音。あそこ。誰かいる。借金が150万になってさ、今家賃10万やん。で、今月の給料見たらさ、10万やった。家賃払って終わりなんやけど。っていうね。でもなんかこれ、俺の一個の考え方なんやけどさ、まあ、お前らから俺がどう映っとるかは知らんよ。順風満帆に見えるんかもしれん。登録者20万おって、なんか、何をそんな落ち込むことがあるんですかって、どん底やねん。もう生きていけんから。このまま行くとな、1ヶ月は生きていけるけど。その時に俺が毎回思うのは、1ヶ月生きていけるわけやん。30日。そしたら、とりあえずこの30日はもう全力でやると。で、全力でやって、結果ダメやったら、なんかそれはもうしょうがないやん。わかる？その結局、中途半端にやって、中途半端にあ、もう無理やって言って諦めてしまうのが一番良くないわけ。だからもう付け入る隙もないぐらい努力をとりあえずしたら、もう後悔なんてあるはずもないわけよ。だからまあ今どん底で、もうなんか何してもいいかわかりません。やつはもうとにかくやった方がいいと思う。俺と一緒で。バカみたいにやって結果出えへんだら立ち止まった方がいい。立ち止まって、一回思考停止するわけや。なんでやろうなって。
で、一回止まってまた走り出す。どうせ死ぬから。やったら見てみたいやん。どうやって自分が死ぬのか。死ぬ直前まで俺たちは生きとるわけやからさ。なら生きりゃいいや。っていうね。ほら、今、お前らに言っとる感じ出しながら今自分に言い聞かせとる。金くれマジで。